嘘、空いてるに決まってるわ。ほら、明らかに唾飲んでるじゃない。強がってんのよ。食べなさいって言ってるの。ほら、私の命令に逆らうなんて、いつからそんなろくでもないしもべになったのかしら。食べないと時間がなくなるわよ。レイラン、もう時間だし喧嘩はやめましょう。出発するんでしょ。はあ、何の関係があるのよ。私が抜いたとでも言うの。鍋に落ちてたりして、ハエでも食べた気分だわ。気持ち悪い。どこなの？いいわ、あんたも知らないでしょ。どうせろくでもない場所に決まってるわ。東洋人があれほど真面目に身分証のチェックをするなんて想像できた？考えれば考えるほど腹が立ってくるわ。このクソったれー、ろくでなし。うぬぼれてんじゃないわよ、レイランのバカ野郎。ふん、わかるでしょ。
気分悪いんだから。どうせ全部あんたのせいなのよ。あいつらを倒して船を奪うことだってできたでしょ。知らない、あんたのせいよ。あんたが弱すぎるの。そうよ、この臆病者、戻ってこられないでしょ。海の底に沈んじゃえ。海の怪物に八つ裂きにされろ。次はどうする？暑いわ、水が飲みたい。もんじゃないわ。喉が渇いてしょうがないのよ。なんなのよもう。薬じゃ意味ないけどね。出発ってどこへ行くのよ。あの山よ。頭を打ったのはあいつらのせいよ。見つけたら全員ただじゃおかないわ。寝泊まりできる場所って言うけど、あんた野宿したことあるの？私だって当然あるわよ。生きるのに飽きたなら血を全部返してくれてもいいのよ。静かに。変な音がするわ。動物の足音みたいね。そうかもしれないわ。ラッキーね。音からすると、あ
あの茂みの向こうね。近くにいるみたい。そっとね。安心しなさい。この私がいるんだから空腹になれさせないわ。見てなさい。おわよ。ヤギの野郎どこへ行ったのよ。本気？そんなのどうやって捕まえるのよ。そうみたいね。見なさいよ、これが2本の足で登れるっていうの？一瞬鳥の大群が押し寄せてきたのかと思ったわ。しなかったわ。あ、何してるのよ。そういうことね。濡れておかしくなって葉っぱを食べ始めたのかと思ったわ。うん、悪くないわ。海水よりずっといいわね。何見てるのよ。
干せる場所もないし、このまま乾かせばシワにならずに済むもの。もちろん、バスタブちゃんにずーっと使ってるわ。バカ言わないでよね。バスタブは私だけのものよ。あんたに使う権利はないわ。今すぐ二人用のバスタブを作れるなら、許可しないでもないわ。誰を利用してるって？何の音？お腹すいた。魚に血があるの？Thank you.
抱きたいな、笑顔でいたいな、溢れる希望波になって、水平線越えて届けたい小さな